名探偵明智小五郎が登場する推理小説、怪人二十面相と少年探偵団。そのミステリーの世界に夢中になった人も多いのではないでしょうか。書いたのは名張市出身の作家江戸川乱歩。日本に推理小説を確立した人と言われ、その後多くの作家やアニメなどに影響を及ぼしました。29日にリニューアルオープンするのは、鳥羽市にある博物館、江戸川乱歩館です。こちらには乱歩が愛用していたというベレー帽やメガネが展示されています。実はこの乱歩館、おととし10月、鳥羽市で建物7棟が焼ける火災が発生。その中に江戸川乱歩館がありました。乱歩は鳥羽市出身の風俗研究家岩田純一と親交が深く、鳥羽市で1年ほど暮らしました。岩田家に乱歩に関する資料が多く残されていたことなどから、市の商工会議所が20年ほど前に江戸川乱歩館を開業。年間3500人ほどのファンが訪れる隠れた人気スポットでしたが、火災によってケースの中に入っていた展示物以外の資料はほとんど焼けてしまいました。当時現場に駆けつけた市の学芸員野村文孝さん。野村さんはボランティアと一緒に焼けたり濡れたりした資料の整理を1年半ほどかけて行いました。ドロドロになった資料が前の道路にどんどん掘り出されていたのを見たときは、これどうするかなとちらっと頭には感じましたけども、なくなっていくものをいかに阻止するかという仕事で、全国的に人気も少しずつ上がっていた中で火災にあってしまって、それをがリニューアルでまたオープンするというのは鳥羽にとっていいことだなとは思ってますよ。乱歩を中心とする近代文学を長年研究する金城学院大学の小松祥子教授。消火直後に地元住民らが駆けつけて資料を建物から避難させたことなどが、貴重な資料を守ることにつながったと話します。感無量ですね。本当に奇跡だと思います。1年半でここまで来たっていうのは本当に皆さん の連携があってこそだと思うんですよね。でそれは研究者だけじゃなくて地元の方々と文学研究が理想的に連携できた一つのモデルになったと思います。そういう目でアカデミズムからも注目されています。さらに火災をきっかけに資料を整理していく中で新たな発見もあったといいます。鳥羽を中心にして、乱歩も含めた大きな文人たちの共同体っていいますかね、そのコミュニケーションのネットワークみたいなものが確かにあったんだな。東京都のパイプが太くって、でしょっちゅうみんな行き来していたなっていうのが分かったところが非常に貴重だと思います。人文地理学的にも面白い発見だと思いますね。今回の建て直しの費用は商工会議所の資金や国の補助金などで賄いました。復活した乱歩館に市民も期待を寄せます。火事の後すごくこう乱歩館がなくなって寂しいっていうね、県外からの声がいっぱいあって、なんか私たちが思ってる以上にすごく惜しまれてる、親しまれてたところだなっていうのが感じたので、リニューアルされてっていうのはすごく楽しみですし、多くの方にまた来ていただけたらなと思ってます。若い頃よう読んでましたけども非常に嬉しいものだと思います。はい、29日にリニューアルオープンする江戸川乱歩館は、入場料は大人500円、中高生200円です。1年ほどの間はオープンを記念した謎解きゲーム、江戸川乱歩の暗号日記を楽しむこともできるということです。